辛いことはやっぱりありましたね。でもそれも夢を叶えるためかな。いつだって家族が応援してくれたからここまで来ることができたと思います。はい、歌とか演技は子供の頃から大好きだったんですけど、中学1年生の時にミュージカルに初めて出て女優になりたいって思ったんですよね。その時はハリウッドとかまではまだ意識してなかったんですけど、大学で演劇の勉強とかするようになって、いつかは大きなステージに立ちたいなって、夢を叶えるために少しずつ前へ進んできましたね。日本語も少しずつですけど、でもちょっと上手くなったでしょ。それで今年一つ大きな夢が叶いました。しっかりエステに通ったからかな。この前もスリムビューティーハウスさんに行ってきましたよ。やっぱり外見が美しくなると心にも余裕ができると思います。はい、そうなると周りに優しくなれるし、頑張ろうって気持ちにもなれます。夢って叶えられるのを待っているんじゃないかなと思うんですけど、だから私はいつも夢を言葉にして口に出すようにしています。でもまだ叶えたいことはいっぱいあります。そのためにまた努力していきたいです。どんな夢も叶えられるのを待っている、夢に向かう人を綺麗で応援する、スリムビューティーハウス。